私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。皆さんはいきなり知人の性格が変わったことってありますか？実は近所に住むママさんの様子がなんかおかしいんだよ。以前はどちらかというと気弱な人だったんだけど、最近は他の人を下に見て金持ち自慢をするようになっちゃったんだ。ねえ水木さん、子供会の係のことなんだけど、今回は私とゆかりさん一緒の係だね。子供たちに配る文房具を袋に入れるだけだから簡単でよかったよ。それ水木さんが全部やっておいてくれる？え、まあそれはいいんだけど、何か用事でもできたの？かなりの量だからできる分はやってほしいんだけど。だってよくよく考えてみたらさ、結構面倒じゃん。私にはこういうのって合わないなって思って。それは理由にはならないよね。立候補したのは自分なんだからちゃんとやるべきだと思うんだけど。あ、お金欲しい？え、お金？何の話をしてるの？だって面倒なんだもんね。お金あげるから水木さんやってよ、よろしくね。は？いらないけど。その代わりちゃんと会長さんに言いなよ。面倒だからやっぱり係はやめますってさ。なんで怒ってるの？このくらいのことで怒るとか、もしかして水木さん家計が苦しいんじゃないの？だって金持ち喧嘩せずって言うじゃん。いや、今お金の話は全然関係ないと思うんだけど、ゆかりさん一体どうしちゃったの？最近なんか変だよ。確かに今までの私は地味で目立たない存在だったし、ママ友たちから陰キャだって言われることもあったけどさ、やっぱりお金が全てだと思うんだよね。はあ、お金ね。まああるに越したことはないけどさ。でしょ？この世の中お金のある人間が勝者なの？ゆかりさん、なんか最近おかしいな。なんかお金の話ばかりしてくるようになっちゃった。じゃあ私これから仕事だから。水木さん仕事とかしてるの？いや、前から知ってるでしょ。まあ知ってるは知ってるんだけどさ、かわいそうだなと思って。かわいそう？だってさ、水木さんって第二子を妊娠中なんでしょ？なのにまだ働いてるなんてかわいそう。そんなにお金ないの？今時妊娠しながら働いている人なんていくらでもいるよ。私は在宅ワークをメインにさせてもらってるし、何の問題もないね。強がっちゃってお金ないんだね、かわいそう。私がお金を恵んであげてもいいんだよ。あのさ、恵まれるような状況じゃないから。それといくらなんでも失礼だよ。やっぱりお金のない人ってイライラしちゃってかわいそう。最近のゆかりさんはもうずっとこんな感じ。多分何かのお金が入ったことで気が大きくなってるんだろうけど、だからといって人を下に見ていいわけではないよね。子供会の係も結局面倒だからやらないと放り出し、私の作業がかなり増えてしまったよ。他のママさんたちが手伝ってくれたんだけど、それでも結構な量があったから大変だったな。ちゃんとやってと言ったところで強制もできないし、でも大丈夫なのかな。だってお金が入ったんだろうなっていうのがバレバレなんだよ。きっと狙ってくる人はいるだろうね。そして私のこの考えは見事に的中したんだ。一週間後。水木さん、全部終わったんだって？ありがとう。やっぱり庶民的な人たちってこういう細かい作業得意なんだね。あのさ、ゆかりさんも庶民なんじゃないの？何？私がアパート暮らしだからって見下しちゃってるの？自分が一戸建てに住んでるからってそういうこと？いや、誰もそんなこと言ってないでしょう。あんたなんか貧乏人のくせに、私とは格が違うの、わかる？この世の中はお金が全て、私は人生勝ち組なの。1億円の宝くじが当たったんでしょ？すごい騒ぎになってるよ。え？ちょっと、なんでそんなことしてるの？あ、やっぱり本当なんだ。これやばくない？世の中、いい人ばかりじゃないからね。たかられるそうだけど、本当に大丈夫？え？どこから聞いたの？なんかみんな知ってるよ。ほら、最近ゆかりさんの態度がおかしかったでしょ？今まではそんなことなかったのに、やたらとお金の話ばかりして。
庶民だの貧乏人だの周りを見下すようになったじゃん。それでおかしいと思って調べた人がいたみたいだよ。さっき公園の前を通ったら数人のママさんたちが噂してたし。ちょっと待って、 LINE 来た。宝くじ当たったんでしょ、お金貸してビジネスに投資してほしいんだけど1億出してよ。そのお金は神様のために使うべき。なんかいろいろ LINE 来てる。私は宝くじに当たったことないんだけどさ、これやばくない？宝くじの高額当選って絶対に黙ってなきゃいけないよね。お金目当ての人がどんどん近づいてくると思うよ。どうしたらいいの？そんなの知らないよ。私は庶民だからね。そんなこと言わないで助けて、ママ友でしょ？確かに今まではママ友として最低限のお付き合いがあったけどさ、庶民だの貧乏人だの言ってこっちを見下してきたよね。そういう人とはもうお付き合いできないよ。やだやめてよ、そんなこと言わないで。水木さんは顔広いでしょ、嘘だって言ってよ。いや、なんか証拠があるみたいだよ。私が調べたわけじゃないからわからないけどさ、確定だって騒いでたし、この辺りはいい人もたくさんいるけど悪い人だっているからね。状況によってはお子さんを逃がした方がいいかも。そんな、まさかバレるなんて。どうしたらいいの？宝くじの2等で1億円だかが当たったらしいよ。ゆかりさんは私だけではなくて他のママさんたちにもマウントしてたんだよね。で、怒ったママさんがどうやらゆかりさんを尾行したらしく、ゆかりさんと旦那さんが宝くじについて話しているのを聞き噂を広めてしまったらしいよ。ゆかりさんにもそのママさんにも巻き込まれたくないね。てかさ、ゆかりさんは私を巻き込もうとしてきたんだよ。翌日、ゆかりさん、どういうこと？本当に残念だよ。一時期はお茶したり関係も良かったのに、ゆかりさんがこんなことをする人になっちゃうとはね。やだ、何の話？宝くじに当選したのは私じゃなくて水木さん。私は水木さんに相談されただけなの。とか言ってたんでしょ？みんなから聞いたよ。何のこと？なんでそんなバレバレの嘘をつくの？知ってるよ。ゆかりさんのところ、借金の申し込みやら、投資話やら、宗教やら、いろいろな人が来てるんだってね。だからといって、なんで私を巻き込むのさ。よくわからないし、私失礼するね。ゆかりさんとのやりとり、みんなに見てもらったよ。というか、そんな嘘誰も信じてなかったけどね。なんでそんなことするのよ。それはこっちのセリフだよ。もう朝から晩まで人が来て大変なの。みんな玄関前で大きな声で宝くじのこと話すし、おかげでママ友たちだけじゃなくてアパートの人たちにも知られちゃって、面倒な男性にちょっと都合しろとか言われたんだよ。怖い、私どうしたらいいの？ママ友なんだし助けてよ。知らないよ、お金持ちなんだし、お金で解決すれば。意地悪、もう知らない。ゆかりさんは当選したのは私ということにして逃げようとしたんだけど、逃げられるわけないよね。ほとんどの人は信じていなかったし、信じていた人にはゆかりさんとの LINE を見せたよ。スクリーンショットも丁寧に送って説明。結局ゆかりさんはますますみんなから嫌われてしまったんだけど、お金目当ての人たちは増える一方でもね、すごく衝撃的だったのが、そのお金自体がすでになかったことなんだ。1ヶ月後、あの水木さん、ちょっとお願いがあるんだけど。ゆかりさん、よく連絡してこれたものだね。私が悪かった、ごめんなさい。だってさ、知らない人たちがどんどんうちに来て怖かったの。だからといって私のせいにしないでよ。ごめんごめん、本当に謝るから。だからね、お願い、1ヶ月くらい家に住まわせて。水木さんのところは一戸建てだし結構大きいから余裕あるでしょ。何言ってるの、常識的に考えなよ。というか1億も当選したんだよね。宝くじのお金って税金ないんでしょ。そっくりそのまま使えるんだよね。それがないの。へえ、いいじゃん、じゃあお金あるでしょ。だからお金がないんだってば。え、1億ないの？ないの。いやいやいや、え、だってまだ半年どころか1ヶ月くらいだよね。1億も何に使ったの？それが
とりあえず家族で旅行に行こうって話になって。そういえばゆかりさんのところしばらくいなかったっけ。海外でカジノに行ったり、高級ホテルにも泊まったでしょ。ブランド物も買い漁ったし、エステに美食にありとあらゆるものを。それで1億もいかないでしょう。せっかくだからもっと増やそうと思ってカジノで結構使っちゃって、あとは日本に戻ってから夫が投資を。それにヴィンテージ？よくわからないけど高い車も買っちゃって。1億で家とかマンションとか買わなかったの？買うつもりだったの。でもとにかく旅行に行きたかったから。それで今まで持ってた貯金まで使っちゃって、夫も私も借金してるの。え、すごいね。絵に描いたような転落劇じゃん。そんな言い方しないでよ。でもみんな信じてくれないの。水木さんなら信じてくれるでしょ。まあでしょうねって感じではあるけど。というかセレブぶってたのは何だったの？ブランド物とか車とかがあるからなんとかなると思って。でも高く買ったけど騙されてたの、偽物ばっかり。うわかわいそう、頭が。だよね、助けてくれるよね。助けるわけないでしょ。なんで？だって私庶民だし。え？庶民だから明日も仕事なの。もう寝るから、じゃあね。待って待って、お願い止めてよ。その後宝くじの当選金を使い切ったどころか借金まで作ってしまったゆかりさん。でもお金を欲しがる人たちはそんなことは信じないんだよね。毎日のようにゆかりさんの家に突撃してくるので、ゆかりさんのお子さんは実家に引き取られていったよ。でもその後がね、なんとゆかりさんと旦那さん逮捕されちゃったんだ。一瞬ではあったけど、セレブな生活が忘れられなかったみたい。怪しいバイトに手を出したらしいよ。もちろんお金はあるに越したことはないんだけどさ、それで人生ダメにしちゃうこともあるから怖いね。それにしても1億か。1億ね。あ、いや、にゃにゃまるこっち見ないでよ。別に宝くじについて調べてたわけじゃ。でもワクワク感を買うっていうのもいいよね。1枚買ってみよっと。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。